皆さんこんにちは、ダイです。今回はここ勝田駅より常磐線の中距離普通列車上野行きに乗ってきたということでお届けしてまいります。で、常磐線の中距離普通列車っていうのは東京近郊区間を走る常磐線の中で砦以北に行く列車のことを指していて、藤代砦間に硬直の切り替わるデッドセクションがあるため、中距離普通列車は硬直両用の E531系での運転なんですよね。また5両編成で走る列車と一部の10両編成で走る列車を除いた全ての中距離列車には4号車と5号車にグリーン車自由席車両が連結されているんですよね。今回はそちらに乗っていきます。では早速改札の方に移動しましょう。はい、ということでね、勝田駅の改札口までやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの北海道&東日本パスですね。こちらで早速入っていきましょう。今回乗車する常磐線水戸、上野、東京、品川、小山方面普通列車上野行きは3番線から14時39分発ということで、3番線ホームの方に移動しましょう。3番線水戸方面より当駅勝田止まりの列車が間もなく到着をいたします。危ないですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。折り返し14時39分発上り普通列車上野行きとなります。はい、ということでね、3番線には14時39分発常磐線上り水戸、友部、土浦方面普通列車上野行きがやってきましたね。こちらが JR 東日本の硬直両用列車 E531系です。で、ちょうど今ここにですね、 JR 北海道の富良野駅で発見した勝田から上野までのグリーン券を持っているのでね、今回はグリーン車に乗車していきます。では早速グリーン車乗車口の方に移動しましょう。はい、ということでね、4号車のグリーン車乗車口までやってまいりました。早速ね、乗車していきましょう。普通車グリーン席にはですね、2階席と平屋席と1階席があるのですが、私はどちらかというと1階席の方が好きなのでね、1階席の方行きましょう。車内はこんな感じですね。じゃあ出発まで少し待ちましょう。はい、ということでね、勝田の一つお隣水戸駅までやってまいりました。この駅ではですね、同じ勝田始発の特急ときわ78号品川行きの対比と鹿島臨海鉄道大洗鹿島線からの乗り継ぎ待ちということで15分ほど停車いたします。はい、ということでね、ちょっと上のコンコースに行ってね、飲み物と食べるものを買ってきました。この列車ね、この水戸駅を出ると土浦で6分、常陸牛久で7分停車するんですが、物を買うんだったらこの水戸駅の15分を使うのがね、一番のおすすめです。はい、ということでね、特急ときわ78号品川行き出発していきましたね。あの列車が勝田駅を出るのが14時47分で、今乗車している列車がね、勝田駅を出るのは14時39分と
8分差なのですが、両方とも勝田始発なのだったら、常磐号を先に通してから普通列車出発してるのもいいじゃないんですかね。ちょっとそこは謎ですよね。はい、ということでね、土浦までやってまいりました。この駅ではですね、前後の列車との間隔を統一するために6分ほど停車いたします。じゃあ発車までね、少し待ちましょう。はい、ということでね、日立の牛久までやってまいりました。この駅ではですね、特急日立18号品川行きの通過待ちのため7分ほど停車します。じゃあ通過列車の方を見ていきましょう。はい、ということでね、特急日立18号品川駅通過していきましたね。では車内戻りましょう。
はい、ということでね、終点上野までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、折り返し回送電車として車庫に入ります。常磐線の中距離普通列車上野行きの動画はいかがだったでしょうか。この勝田14時39分発はですね、終点上野到着後回送電車として奥の車両基地に入るのでね、この上野駅には低いホーム16番線に到着するんですよね。この常磐線の E531系がね、低いホーム16番線に入るのはね、なかなか見られないので、皆さんもぜひ乗ってみてくださいね。じゃあこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。